皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのむです。今回もテーマに沿ったものをコンビニに行って管理栄養士目線で買っていきたいと思います。それでは今日のテーマお願いします。雑今日のテーマはこちらです。300円以内で冷え性に効く食べ物。私めちゃくちゃ冷え性なんです。足がよくずっと冷たい人です。これはすごく興味のあるテーマです。私もそれでは早速コンビニに行って買ってきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。冷え性が解消されるコンビニで買えるもの300円以下でベスト3を選んで買ってきました。それでは1つ目の紹介です。1つ目はチゲ鍋になります。こちらにはカプサイシンが入っています。唐辛子に含まれるカプサイシンなんですけれども、カプサイシンはですね、食べますと交感神経が優位になって、それによってで血管が拡張します。まあ、冷え性の要因というのもやはり血流が良くなることで解消されますので、できるだけ血流を良くするというところでカプサイシンがそこに働くのでチゲ鍋を選びました。カップスープのものを選んだんですけれども、だいたい1食180円ぐらいで買えます。では2つ目、2つ目は見えますかね、ココアになります。ココアにはですね、カカオが入っているんですけれども、カカオがですね、血管を拡張させて血流を良くしてくれて、そして体が温まるという、作用があります。生姜とかもよく体が温まるというふうに言うんですけれども、生姜と比較してもココアの方が一度体が温まると、その温かいものがですね、すごい持続する時間が長いということも分かっています。ですので手の先の、毛細血管とかそういったところにもしっかりと血が行き渡ることによって温かくなるので、2つ目はココアを選びました。ココアは1つ160円ぐらいで買ってきました。そして3つ目、こちらなんだかわかりますか？甘酒です、はい、甘酒にはですね、酒粕とか入っているんですけれども、酒粕を体内に取り込むと酵素で分解するんですけれども、その酵素がですね、作り出すものとして一酸化窒素があります。一酸化窒素というのはですね、血管を拡張する働きがありますので、甘酒を飲むとこちらも体を温めてくれる働きをしてくれます。ココアも甘酒も特に温めて飲んでいただくと、よりまあ物理的にも体温上がりやすくなると思いますので、おすすめです。こちらの甘酒も1食で110円ぐらいで買えます。冷え性の方はコンビニに行ってこれらの商品を試していただければと思います。引き続き皆さんからのお題お待ちしておりますので、ぜひコメント欄にご記入いただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。